い、ボンジュー、エルナ・フェラガーモです。サバアウィーサバビアン。はい、今回の台湾回転レストランツアー、台北から始まって台中、台南と来まして、はい、そして昨日ね、あの台南にお泊まりして、今日は、はい、国鉄 と、メトロを乗り継いで、カオシェン、タカオのね、シャオギャンステーション小湊駅までやっと来ました。はい、今回あの最終的に行く目的地は港の方にある回転レストランに今から向かってみたいと思います。さあ、ここからどうやって行くのかしら。バスか、多分ちょっとタクシーで行かないと、幹線道路で大変な感じなんですけども、またちょっとローカルなところに、港の端っこにある回転レストランなんで、今から行ってみたいと思います。それでは Here we go。東に日本、南にフィリピン、西に中国がある。平均気温もお国柄も暖かい島国。 IT を中心とした目覚ましい経済力、そして周辺の多国籍文化と伝統がミックスして、なぜか懐かしいサウダージな街角がいつも迎えてくれるフレンドリーなお隣です。そんな台湾で今回私が訪れたのは、バスが、バスがもうないんですよ。1日3本ぐらいしかないので、もうタクシーにジャンピングオンしました。はい、ちゃんと着くかしらね。駅というところからタクシーで、2000円ぐらいかかってようやく到着しました。はい、こちらね、本マオガンカルチュアルパーク、はい、ベニモーコー、文化園っていうね、まああのなんかちょっと教育自然港公園みたいになってますね。はい、でこちらの中の、はい、これから行くのがこちらです。ガウザイタワーリボルビングレストゴーン。はい、こちらにね今から行ってみたいと思います。かなりですね、あの小湊っていうんで、ちょっと本木的な雰囲気のタンカーの、 あの倉庫が あったりして、ちょっと本木感がありますね。しかも誰もいないですね。今日は、10月3日火曜日、かなだと思うんですけども、誰もいません。はい、独り占めよ。あのこのベニモーコー、文化園の中の港まで来てます。いやー、あのもう
ほぼあの本木 D 取ってに来たって言っても過言ではないぐらい、あのそれかあの豊洲、あの晴海ふ頭に来たんじゃないかって思わせる感じなんですが、ちょっと暑いし、なんかエキゾチックな感じなんで。海はいいですね。ここはもうあれですかね、シーバスとかあのクロダイとかが釣れそうな雰囲気なんですけども、今日はあの私フィッシングギア持ってこなかったんで残念だわ。はい、お船があったりしてとってもね、あのマリンな感じなんですけれども、はい、皆さんあちらに ご覧ください。はい、今回のね台湾回転レストランツアーの最終目的地が、はい、こちらです。ガオシュカシュンチャンサンティンというのがね、あのこちらにあるカオシェン市の高雄の小湊にあります、回転レストランです。はい、ここはもともと1967年にこの港なんでね、船の出入りを完成する、信号灯台としてできたんですけども、なんです60年代のね、デザインがすごい効いていてかっこいいです。でよく見るとですね、なんと円盤の上が漢字の高、つまりあの高尾カオシェンの高っていう字になってるんですよ。おしゃれですよね。素敵なデザインだわ。そうなんです。ですからどっからの角度で見てもあのこうっていう字になっていて、めちゃんこうなあのおしゃれなデザインなんですよ。今回の、台湾回転レストランツアーカオシェン高尾からお送りします。早速中に入ってみたいと思います。行ってみましょう。 Here we go。公私力科学研究所みたいな感じでかっこいいですよね。あのビーナスエースが飛び出してきそうな雰囲気でかっこいいんですけども、はい、じゃあ今から入ってみたいと思います。はい、人もまばらですけれども、エントランスはどこかしら。はい、こちらカフェですかね。1階がカフェみたいになっていて、はい、なんかおしゃれな、ね、カフェバーみたいになってますけど、はい、書いてあります。工事棟、船舶、万徳、はい、ですね。はい、はい、どうも。ではこちらにはい、ケースがありました。まずケース、はい、シーフードありますね。はい、回転レストランは上ですよって書いてあります。はい、生も海鮮大特価。はい、まずケースですね。はい、内輪エビ当たりますね。はい、なんかちょっとコールド、リザーブドビーフ。はい、じゃあ早速上に上がってみたいと思います。階段ですね、これね。あの今まで来た中で一番低い回転レストランですね。2階にあるんですね。面白い階段です。はい、階段で登ってきました。入ってみましょう。はい、馬がいる。はい、馬ちゃんがお出迎えです。はい、景観儀礼、はい、オス入り口注意、前方階段。
誰も行かない動画です、ね、回転感もないんですよね。超ゆっくりみたいですね。回ってるのかな。ダウンしました。はい、あのかなりワンオペでおじさんとお兄さんが2人で、まあ2オペなんですけど、2人しかスタッフの方がいなくて心配になっちゃうんですけども、冬瓜レモンティーでかーい、こんなに飲めないをいただいてます。はい、お茶からちょっと、もうね、冬瓜レモンティーからピーチやスタッフで頼んでます。大きいですね。ビッグマグナムボトルで飲み応えがあるんですけど、冬瓜ね、あの台南でも有名なんですけど、すっごい暑い時飲むとすごいなんかさっぱりして元気になります。いただきます。おいしい。今床が動き出しました。さっきまでね動いてなかったんですよ。休憩中だったんですね、回転レストランが。うわ面白い。あ、動き出した。はい、あ、そして電気もついてきた。面白いですね。かなりスローペースな、あのいいですね、お店ですね。もうなんかこうゆっくりできるわなんか人もね、夕方になったらチラチラ増えてきて、カップルのおじいさんと若い女のカップルとか結構増えてきたんで、これから盛り上がるのかしらね。はい。